いつものプラーヨショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年モデルポルシェマカンターボパフォーマンス PDK を紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントに飛び石フロントに線傷 左フロントドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては、約 13,000km と低走行かつ車両コンディションも良好な1台となっております。インテリアはペブルグレーレザーが採用されております。都市型 SUV 車両として不動の地位を築いたマカン、その上位モデルとなるマカンターボパフォーマンスが入庫いたしました。 こちらのお車はマカンターボをベースにスポーツクロのパッケージやスポーツエギゾーストなどのスポーティーな専用装備が数多く施されたハイパフォーマンスモデルとなっておりますまたエンジンに関しましてもマカンターボよりも約40馬力ほどアップし SUV 車両ながら圧倒的な走行性能を誇る一台となっておりますヘッドライトに関しましては PDLS 付きの キセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンは3.6リッター V 型6気筒のツインターボエンジンが搭載されており最高出力は440馬力を誇りますまた足元に関しましては純正21インチ911ターボデザインアルミホイールが装着されておりキャリパーはレッドキャリパーが用意されておりますので 足元もスポーティーな印象を受ける1台となっております。続きましてリア、紹介させていただきます。リア周りに関しましてもリアディフューザーや4本出しのマフラーが装備されておりますので、リア周りからも迫力を感じることのできる1台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。 トランクルームに関しましては、十分なスペースを誇る1台でございます。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア、紹介させていただきます。インテリアにはペブルグレーレザーが採用されております。運転席、助手席、ともに良好なコンディションです。またこちらのお車に関しましては、 インテリアの各所にカーボン素材が使用されておりますので、室内も非常にスポーティーな印象を受けるお車となっております。また、エンジンの始動に関しましては、ポルシェエントリードライブシステムが用意されておりますので、鍵をポケットに入れたままでのエンジン始動が可能です。では、エンジンを始動します。 ステアリングに関しましてはレザーとカーボンのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。また、クルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正の PCM ナビゲーションが装備されております。バックギアに入れていただきますと、 バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されておりますまた走行モードに関しましてはスポーツスポーツクロノパッケージが装備されておりますのでスポーツプラスモードが追加されより刺激的な走行が可能ですまたサスペンションに関しましても3段階での調節が可能となっております こちらの車にはスポーツエギゾーストも標準で装備されておりますのでより刺激的なサウンドをお楽しみいただける1台ですフロント両席に関しましてはシートヒーターが完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております また広さに関しましても十分なスペースが確保された一台です。またこちらのお車に関しましてはボーズ製のスピーカーも用意されております。最後に気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いとはお会い致しません。今回は2017年モデルポルシェマカンターボパフォーマンス PDK を紹介させていただきました。 こちらのお車は走行距離約1万3000キロと低走行高滑内外装のコンディションも良好な一台となっております数多くのスポーティーな専用装備と豪華なオプション装備によりワンランク上のお車となったポルシェマカンターボパフォーマンスでございますまたスポーツクロのパッケージやスポーツエギゾーストなどのスポーティーな専用装備に加え シートヒーターやポルシェエントリードライブシステムなどの快適なオプション装備が施されておりますので、満足度の高い一台となっております。新車保証に関しましてもたっぷりと残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。